日本航空クアラルンプール墜落事故とは、1977年9月27日に発生した航空事故である。この事故の翌日には、日本航空の同僚機が日本赤軍によってハイジャックされた脱下日航機ハイジャック事件が発生したため、日本航空は2件の事故、事件の対応に苦慮したという。1977年9月27日、 羽田空港から京都区空港を経由して、クアラルンプール国際空港に着陸後、シンガポールのパヤレパー空港に向かうフライトプランだった日本航空715便 DC-8 の62型が、現地時間午後6時10分ごろ、空港手前 7.7km 付近にあるゴム園に墜落した。この事故で715便に搭乗していた。 乗員10名、乗客69名のうち乗員8名、乗客26名の計34名が死亡、乗員2名、乗客43名の計45名が重軽傷を負った。この種の事故としては生存者が多かったが、事故機がゴム縁の高さ30メートルのゴムの木の上を滑るようにして設置したため衝撃が和らいだこと、そして激しい雨のため火災が発生してもすぐに、 沈下したことがその背景にあった。犠牲者の多くは、機体全部が斜面に激突した衝撃により死亡、運行乗務員3名も即死だった。昭和55年1月23日、マレーシアの民間航空局は最終報告書を発行した。報告書では、機長が滑走路を視認していないにもかかわらず、最低高度以下まで降下したことが、事故原因として推定された。 また、要因として機長が、機害の監視を怠ったこと、副操縦士が発行されている、社内規定に違反した機長に対し、愚心を行わなかったことが挙げられた。1981年12月のジャンギ、空港開港前のシンガポールの国際空港。現在は、シンガポール空軍の基地となっている、昭和55年度運輸白書3航空第3、小航空における、 安全の確保第6節航空事故2事故の原因。国土交通省。2021年7月8日閲覧。ありがとうございます。